疲れたぽよん。やっぱり気持ち悪かったんだけど、穀物食べたらおえってなった。なんかでも久しぶりに体力みたいに、ね、食事してその思い出してきた。だいぶね、上杉謙信の塩の話までしたでしょ。で、そんな結局ですね、その、ドワーフの発生についてはね、門倉先生のローズ・トゥ・ロードに詳しいんですよ。まあ、だからご存知です、もともとあの家はね、カルディア家系だから、あの辺りに発生したものだから、もともとドワーフは。つまり、まあ、秩父、秩父族。それが結局その、まあ、ゴビ砂漠のあたり。あれ、モンゴル高原。で、そのカルディア、でしょ、パルディア平原。あの辺の話ですけど、あのあたりにね、その鉱山があったわけ。で、草原の奥に鉱山があって、で、まあ、馬族がその結局、ドワーフに会うためには途中で馬族に出会うわけ。そんなんはスティーブ・ジャクソンさんね、あのソーサリー、ソーサリー、ソーサリー、カーカバード、カクハバードとは思うと思うけど、カーカバードとよく似た感じなんですけどね。で、スティーブ・ジャクソンさんもご存知。ジャクソンっていうのはあの菅原スサノ、スーサケ・ジャクソンっていうかね。で、だから菅さんとジャクソンっていうのは遠い親戚なんですけど。ねえ、そのジャクソンっていう家がね、結局そのドボーフの家なんですよ、なんと。ね、ただそのね、結局、ドボーフに混じってきたわけ、ジャクソン家に。要するに、厳密にだからドボーフの番人。だから、薬草魔女のことをヤクザって言った。ね、その薬草を守る男たちをヤチマタって言った。そのヤチマタが今ヤクザって呼ばれてるでしょ。ね、まあ、そのジャックっていうのは結局ドボーフの愛称なの。でジャクソンっていうのはそのジャックの息子って意味だけど、結局そのドワーフの傭兵である馬族、要するに山賊、馬に乗った山賊、馬に乗ったタイプの山賊、馬族って言いますけど、でそのユーラシア大陸の中央部に、ね、そういう文明があったわけです。まあその代表格がカルディア文明なんですけど、で、まあ、カルディアっていうのはその鉱山、カルディア鉱山で鉱山地帯、鉱物がね、鉱山資源がいっぱいだったんですよ。だからペルシャがカルディアをね、特化させていったの。で、まあ、だんだんカルディアが独立国になっていった。で、カルディアが自立した独立国になった時点で、ペルシャはアトランティス文明に移動して、北アメリカ大陸に移動してアトランティス文明を作ったわけ。都市文明だったんですね。じゃあ、農業生産みたいなのは、実は南アフリカでしてたんですけどね。南アメリカがすっごい、すごい大量の食料の北アメリカになったんだ。北アメリカは、もうすごい都会だ、大都会だった。もう丸ごと。実はね、そこまで行ってたんですよ。で、その煽りくらったプレーリーみたいになってる。開発しすぎて、あっこは枯れてしまった。枯れたからね。干上がっちゃったの。開発しすぎたから、ね、森を切ったからね。そうなったってこと。実はね。で、恐竜の化石いっぱいあるんですよ。恐竜がおったってことはね、めっちゃその森が茂ってたってことはね。恐竜は森なんて切らないから、翼竜がね、木から木に飛び移って取ったのって言ったのかな、いうものがみたいな。で、まあそれはまあ、また別のこと言うんですけど、で、結局、その、ドワーフの家系に混ざって、もうドワーフのものなのね、ジャック族っていうものなのね。で、フリーマンさんね。で、その護衛が馬族。で、だんだん国を作っていって、馬族の方がね、ドワーフを守るために。そんな関係性も、ローズ・トゥ・ロード、門倉先生に詳しいけど、ね、だから、ドワーフとか、ああいうね、妖精神話はヨーロッパのものって思って、日本人が もともと知らない世界じゃないの。妖怪と同じの共通の世界。ただ、私たちの文系であるドイツ人が、まあ、オツジが連れてってんのね。だから、オツジも長いことドイツ人だったんですけどね。で、要するに、日本先住民の男たちを連れて、ヨーロッパまで一気に行って、一気に行ったんだよ。ね、まあ、何代かかけてね。
だから、その動物神話をヨーロッパまで持って行っちゃっただけ、単に。実はね。で、まあ、日本のね、日本列島作ったのをね、アトランティス崩壊後に作ったんです。それまでは日本列島なかったから。わざと作って、造山活動を利用してね。で、なんか、浮島が繋がって、その中州みたいなんで、日本海が湖になったりとか言って、わざとらしい地図があるけどね、思いっきり火山活動を利用して、無理やり、重機させて吹き出物みたいなもんやからね、実は。本当は日本列島ね。ああいう、だから地形図に細かせないようなね、歴史書って、そういうの上手、巧妙にごまかして、ね、隠蔽しようと必死やからね。ドッカーンとできたみたいな図がないでしょ。ドッカーンとできない日本列島でできへんけど、本当はね。あっためにもゴー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 と吹き出物ってできたって本当はね。まあ、そんなの、まあそれは置いといて、で、結局、だから、物の部とね、菅の関係ね、物の部側に、で、菅が弟。ね。で、まあ、蘇我はね、そうそうそう、菅って蘇我のことね。で、まあ、その、物の部文明を、シュメールに作ったときに、その弟分であるスーサーの王朝を蘇我が作ったね。で、まあ、その物の部は、その、ウルクの方ね。ウルクは世界初の都市国家。で、じゃあ、弟の蘇我のウルって町にしたのね。まあ、二人として、その、ウルクの世界皇帝が古作大名、それが藤原やった。で、まあ、それはその統合王朝やったんやけどね、その、スーサと、スメルとスーサのね、統合王朝、兄弟王朝。そっちの合併して、合併者ね、統合してから世界皇帝のもとで。で、その核はバビロニアに移った。で、ペルシャに移った。で、ローマに移った。っていう感じだったね。あ、ペルシャとローマの間にあの、ギリシャ系のあの、マケドニアのアレクサンドロスが言ってる。じゃあ、ヨーロッパは世界皇帝を名乗る資格はあるかと。あ、あんねん、実は。日本の天皇権にないの、実は。で、じゃあ、今でも天皇権っていうか、世界皇帝。つまり、日本で言えば、帝と王を君を合わせたような。要するに天皇と大王を合わせたような世界皇帝。というのは日本には資格ないねん、実は。で、ローマ帝国の後は、神聖ローマ帝国が継承した。その、世界皇帝の核は、スペイン帝国に移動して、ハプスブルク経由でね。で、ところがその後、ヨーロッパで皇帝が何個も発生した。だって他の地域でも皇帝名乗ってるやつがおるぞって。そうやね。始皇帝がね、あ、偽皇帝、世界初とかでのまた乗ってるんだよね。あの人はね。まあ、中国では初めて皇帝を名乗った。で、中国人はあれと。ああ、世界皇帝の継承、もう核を継承してきたって帰ってきた。日本に向かう途中に。秦の始皇帝は嘘ついて。で、中国人もまあ、しぶしぶ、そうなんかって。江南県のしぶしぶはそうなんかって感じになるからね。で、だから世界中の皇帝が増えてもって、本当は世界皇帝という意味だから皇帝って。世界に一人しかおったら感じ。それは天皇家じゃないの。な。その、秦の始皇帝の片割れの上服が日本の天皇家になったし。後に始皇帝の系統、まあ南朝の五代は、西馬とかの辺の、西馬の現地にいたら、あれが天皇家に乗ってるけど、真の始皇帝自体が偽物の世界皇帝やから、だから、その、天皇家はもう明らかに最初から、はなから偽物になる、実は。日本の大王家関係だよ。世界皇帝って意味じゃないからね。大王ってその当時に言ったことだから、プロイセンも大王家やったけど、もう世界中に皇帝が、オールとかどうかってオスマン家って皇帝なのって非常にややこしくなって皇帝って世界に一人やから世界統一先生な感じでなってしまってんけどそやけど正統の皇帝誰ですかスペイン皇帝やってんなそのスペイン皇帝はさらにスペイン王国にはなってるけどなスペイン皇帝の帝は今度はインカ帝国とかナチュリン帝国にまたいっぱいあってなでもしょうがないからもう世界統一するしかないって、皇帝一人にせなあかんからって、スペインが世界制覇に乗り出しつつ、ハメになって、で、まあ、スペインはこけた。で、その後、イギリスは、このムガル皇帝の核を買い取って、これで大英帝国に乗った。で、じゃあ、コマンの神聖ローマ皇帝は、ね、その、スペイン帝国かって、もともとは、どこの皇帝の帝かというと、神聖ローマ帝国。ところが、神聖ローマ帝国はローマ帝国っていうから。で、神聖ローマ帝国とローマ帝国の間には、カール・フランク大帝という、一人だけ大帝国、皇帝がおって、その後、フランク王国に戻ってんのよ。
オットに返したっけ。もうこんな無理や、ローマに返して。オットが預かっとって。で、まあ、オットが、新生ローマ帝国を、一応一瞬継承しておっとけ。すぐポンとハプスブルグの中に、丸投げして。それが先手ポンです。先手構成。ほんで、結局じゃあ、プロイセンもドイツ皇帝ってもう帝国なのって、大変だよね。で、そのために何したかって言ったら、ウエストファリーを征服して、要するにルクセンブルクを征服して、オットの領土をね、征服した上で、で、ドイツは、だって、夫の領土を手に入れたから、世界皇帝でしょう、ね、言うたら。まあ、ホーエンツォレルズは夫の関係ね。ハウスブルグも夫の関係。本家継承、みたいな。まあ、それでまあ、まあ、ただビスマルクっていう人は、その、ウエストファリアかけてるんだけど、ね、ローザルクセンブルクも。それで、ね、で、フランスが今度は、プロイセンを倒した後、ナポレオンが皇帝の、フラについて、もうむちゃくちゃなんだよ、世界中皇帝だらけになって。で、じゃあ、でもドイツ帝国も残ってるから。な、というかまあ、ナポレオンの後にドイツ帝国なんですよ、プロイセン帝国、実は。まあ、要するに、夫が、その勢力圏を抑えて、夫がまあ、任命したわけやんか。しゃあなかったんです。まあ、後悔するぞ、って言いながら、まあ、世界中皇帝だらけやからな。そう、実質付きであるんやったら、選択を、のトップであるルクセンブルクの夫がもともと新世の皇帝としては、プロイセンを皇帝にするのにやぶさかではない。これでまあ、オーストリアとの核もそうだったな、よかったな、じゃあね、バイバイって言うてな、思ったからな。んで、まあ、非常にややこしくなって、まだそれ続いてんの。世界皇帝決定戦。誰がうちの夫か。まあ、天皇家も諦めてるけどな、すでにね。まあまあ、だから今の現状維持ばっかり考えてるのに。で、じゃあ、本当に世界皇帝が、たった一人の世界皇帝が誕生したら、それ絶対うちの夫なら、もう収まらへんから。っていうか、他の女と結婚したのってややこしいよ。な、サルメになりそうですよ。な、うちと結婚するの、本当に世界皇帝が投入したなと。うちが来てる間に。で、ただ、その、天皇家において、その、二人兄弟おるやんか。まあ、秋人は一人のと考えたらいいの。ただ、だから、二人分っていうのは秋人ってね。で、次と二人分ですよって、一人っ子やったからね。で、結局、っていうのはその、じゃあ、ヒロヒトの子じゃないか。ラストエンペラー、フギの忘れるためだけ言っと。んで、まあだってフギ、ラストエンペラー、フギこそが、神武ちゃん、神武柏原王朝とかっていう、女神とかだな。じゃあ、ヒロヒトは、多分、ダビデ王朝。ダビデ王朝なんか、明治、で、大正ちゃうんだけど、明治と昭和だけやねん。もともとダビデ王朝の伝統の国はね。っていうか、まあ、ヨブが、ヨブな、ユダヤ教の、ユダヤ人のヨブが上服やからね。だからそれでユダヤ人の将校たちを受け入れて、要するにうちの癌細胞の原因になる人の、血筋のユダヤ人だから。で、結局その、交代でやっとるね、ユダヤ人になったような、あの兄弟は。で今回は、なる人も、あやる人もな、どっちも偉大人やけどな。で、その代わり、恵比寿系の兄弟対立が生まれた。それが、菅が、兄弟はまあ、家帰りよるけど、菅と、蘇我家の菅と、物部家の古江。あれが兄弟に当たる。実は、そういう兄弟構造やる。二階と知ると兄弟構造にあるのは、竹下渡るやる。で、安倍晋三と兄弟構造の中が正直やったけど。で、麻生太郎と兄弟構造にあるのは、麻生太郎と兄弟構造にはね、二階じゃないかな。あれうん、あ、じゃあ、谷がっかな。あれ。そうで、まあまあ、ちゃんと探しとった。で、岸田と兄弟構造の石破。で、誰だったかな。あ、麻生が、今度でもないし、まあ、福田とかかな。まあ、あの辺ちょっと、またちゃんと整理しとくな。とりあえずね、剛と仁の対立戦。で、
秀吉系が、まあ、細長い方、顔が細い方が強い。で、顔が丸い方が等しい。で、目も等しい方がパッチリしてる。かつ、それは、どっちの民族によるかだけで。ただ、どっちの民族であろうが、丸顔の方が等しい。細長い方が強い。その対立やってはるんだ。で、じゃあ、杉民夫さんの場合、のな、その、人生的に。その杉民夫さんが、強しかって言うんだ。で、相手はスウェーデンがおるから、スウェーデン、杉のおかしい。で、杉も実はパックやねんね。杉がちゃんちゃんちゃんって。一、まあ、下って、杉下とかもあるけどね。パックやねん。杉系パックやねん。で、まあ、ディープに細長い顔してる人多いけどな、杉系はな。名字が銀だったな、削っていった人って言って。で、その、結局、杉、っていう人がその、菅と関係ある杉と菅をね。で、まあ、出雲周辺もいいですし、杉とね。で、まあ、馬族系なわけ。ね、で、じゃあ、真の始皇っていうの系統の本拠は、だから一応、パク、ただ真の始皇って丸顔じゃなかったからね。じゃあ、僕も丸顔じゃなかったけど、そさめて、四角いちょっとポコッと、パンみたいな、パンみたいな。大橋巨泉が、まあ、あれ丸顔じゃない。丸顔やな。まあ、安倍さんみたいなのかな、安倍晋三さんみたいなの。じゃ僕、旦那可愛い。あれやろ。ほんで、いいじゃん、ほんまの天皇って言ったら、ほんまの安倍晋三がほんま天皇ちゃんって。まあ、それ置いとこうよ。で、結局、その、今の天皇家にギャグ使うのは、カムフラージュ、フロントも全部カムフラージュです。で、まあ、安倍晋三さんは強しかった。で、なんか、強しのが兄っぽい性格。弟っぽい性格の方が人し。じゃあ、安倍晋三さんに対しては中川翔一さんが弟っぽい性格や。で、だから、安倍晋三さんはアメリカ、お兄さんキャラや。で、麻生太郎は弟キャラ。で、二階俊は兄キャラ。で、菅義偉兄キャラ。古谷健二が弟キャラ。で、石破茂兄弟で、岸田文雄弟だよな。で、谷垣さんだと、まあ、なぜ、谷垣、麻生二人はちょっと、まあ、麻生太郎弟だよね。その別、まあ、それと谷垣で、さらかが兄弟だよね。まあ、多分兄弟はね、さ、谷垣さんだからね。そんな感じで推移していってんねん。で、強しと仁の対立やねん。どっちの方がいいのかなって、オーディンが悩んで。なんでかって、その、オーディンの娘ってうちだけやねん、実はね。ね。いわゆる、初代加藤飛鳥っていうのは、今のね、妹飛鳥は実はさやかって言うんですよ。今日この現代の、この次元はね。明るい香りでさやかって言うんだけど、で、飛鳥は明るい火の香りやけど、本当明るい火の香りって書いたら、飛鳥って読まへんよね。アヒカって言うのかな、アラカって言うのかな、スー、ヒヨナスーって読んだらあかんのか。でも、ただ、なんでスーって読むかって言うの、TH、シータ。シータの意味で、アスカって明るいのかありって言うわけ。で、シータって言うの。ヒーじゃないんだって、シータや。で、太陽じゃないの。円盤銀河って言うの。だから明るいのかありってうちの答え。シータね。なんでかって言ったら、今うちシータ状態か。銀河系な。スライスされたもんだから。なんかいや、もう、そのスライスされたな、なんか、どっかとか言うたびに、なんか、イライラするんだ、もう、うち。なんか、ご存知して。な、スライスとして、その、本来はだから、ついた状態じゃない、アスカっていうのは明るい香りっていうか、まあ、まあ、明るい香りで書かへんかったし、飛ぶ鳥でも書かへんかったけどな。そんな感じは後付けやけどな。ただ、アスカって、言うやけど、シータっていうギャグ見えた明るい日の感じじゃなくてね。その、キューのことをな、中空のな、中身の空洞のキューのことを扱ってる。もともと。で、その、で、加藤飛鳥っていうのが、まあ、オーディの娘、うちの名前。うちの、まあ、コードネームみたいなもんだな。うちをどういうような名字で守ろうかなっていう実験やって。で、加藤が結構落ち着いたわけ。落ち着いたよね。おつじやすかぶっ壊れやすいんですよ。ね。
じゃあ、うちの夫を常におつじにしようとオーディンが決めたわけね。で、だから、オーディンが作った最初の女性遺伝子がうちやから。で、だから本当の加藤明日香はうちっていうのって、ね、ややこしいでしょ。で、妹のおつじさやかに加藤明日香を襲名させてんねん。まあ、カムブラジンスやな。で、まあ、そんなカムブラジンしたから、徹のお父さんが、作戦としては、まあ、勘違いじゃないけどな。作戦の一種で分割したり、いやいや、タモツがスライスしたり、石と石とか強しも対立、ファミリーのうちの分割したり、スライスとかな、好きだってしようね。あ、そう、それでもいいですけど、ヨーロッパの、対立、誰が世界皇帝かみたいな。まあ、ヨーロッパには、一人しか、おったらあかんから。だから、世界皇帝一番皇帝だね。だから、植民地作ったっていうのに、そういう馬鹿げた動機もあるわな。まあ、人志と強しの対立。で、人志と明日香の物語って言われるバージョンで、人志と明日香がひどい対立をしてるっていうのも、だから、それは、強し自我と人志自我の代理戦争をやってたんちゃう、明日香。そんな感じで、だから、菅さんが、強しって、天皇家が等しとか、あるいはその逆っていうわけじゃない。どの強し等しコンビがいいだろうっていうこと。うん。実験中、みたいな。で、うちがその結果待つしかないよね、そんなもん。うちの愛としてどっちがいいのかな、でしょ。で、じゃあもう二人でいいやんってなった時になんでアスカだけ夫が二人なんですかってなるやろじゃあみんな全ての女性は夫二人にしようかっていう制度にしようと思ったらなんか変やねまあその実験もまた再開せなあかんけどとりあえず休憩させてくださいだいぶ思い出してきた